では、国際文化論の第5回の講義をします。この最初からこの5回目までには、一セットになって、この5つの講義についての中間試験がありますから、また、ウェブクラス経由で連絡します。その試験のことをもちろんみんな自分の時間で自分の家でやって、何でも使ってもいいんです。そういう、情報を探して移すみたいな試験ではないんですから、この講義の中にピックアップしたものについての自分が理解したように説明する問題ばかりです。もちろんこの講義をの映像を何回も見ても構いませんし、ノーツ使ってもいいし、ウィキでも他のインターネットの情報のところを使っても構いません。ただ、それを紙に書いて、天理大学の教務部に郵送で送ることが基準です。電子の答えは受けません。紙に書いて、もちろん手書きでも、ワープロを使って印刷しても構いませんけど、電子の形ではしません。では、今日の講義は、第5回では、モダンジャパンについて。もちろんこのトピックは非常に大きいんですけど、この最初の5回の一セットは、だいたい1900年前後までの19世紀、産業革命の後の文化史になるんです。で、20世紀に入ってからもう一セットをやります。じゃあ、もちろん、日本が、とてもユニークな歴史があって、鎖国の歴史があったから、いきなり、1850年代、60年代に、もうモダンになってた西洋の国々にさらされるようになるんです。で、これがもちろん非常に大きい危機です。海外の人たち、まあ、幸いこれは日本に、日本の最初に来たのはアメリカ人が良かったですよ、歴史的には。同じ時代には、ヨーロッパの国々は、中国を、まあ、正式的な植民地じゃないんですけど、特別経済の権利などをもらっての植民地扱いに近い中国を分けていた時代ですから、アメリカが、この時代までには、まあ、自分は植民地で始まった国ですから、植民地を持つのは良くないと。自治が理想の一つだったから、アメリカは日本を植民地にする目的もなかったんですよ。まあ、もちろん貿易狙っているから、ビジネスが一番大きいんですけど、まあ、日本には何の貿易ができるのもみんなわからなかったから、とにかくそのチャンスを起こしたいで、まあ、結構、悪気ない、ことでアメリカが日本に来たんですよ。で、来たアメリカ人が、もう、蒸気機関が動力の船に乗って、遠いところアメリカから海を渡って、で、いろいろ、まあ、いろいろ武器など、技術的にはかなり進んだようには見えたんですよ。まあ、ある意味での日本の都会の文化が、モダンの時代に下の準備はできてたんですよ。ある程度のミドルクラスがあって、ある程度の大衆文化もできてたんだけど、できてなかったのは産業革命の大量生産で工場中心の産業。それはできてなかったんですから。でも、ある、技術的には日本はかなり遅れてたんだけど、文化的には、まあ、モダン時代の準備は、
ある意味でできていたんです。もちろん、ほとんどの日本人もまだ田舎に、お百姓をやってたんですから。まあ、アメリカ人が来て、黒船に乗って、日本を開いたっていうことで、まあ、いろいろ条件ができたんです。条約の条件ができてたんですけど、本当に、すごい危機感があったんですよ。この人たちは、南蛮、野蛮とか、いろいろそういう単語を使って、文化的には下に見たい、下にしたいんですね。その外国の人たち。だから日本が、軍事的、技術的、科学的、物質的には、はるかに遅れているように。だから日本の国内では強調したいのは文化的には優越だということ。これが難しいんですね。だからそのアメリカ人、例えばアメリカ人、西洋人が持っているものが欲しいんです。ただ、アメリカ人らしさが欲しくない。自分の日本人らしさが守りたい。でも、本当はその海外のものが来たら、その日本人らしさも変わらないといけないことですね。だから、新しい日本人らしさを定義しないといけないんですよ。で、その中には、いろいろ、その時代までには、まあ、もしかしてあるところにあった伝統だけど、共通的なアイデンティティが必要ですね。国を統一するために。国を統一しないと、その外国人に弱いで、また分裂される可能性は十分あったんですね。島ごとには、九州、四国は別の国になる可能性は十分あったと思いますけど。で、一つ、不思議ぐらいにあったんですけど、いきなり、この、明治時代に入って、日本のイメージが侍になってしまったんですよ。で、その江戸時代の方には侍階級の人たちを国民の敵ぐらいの存在だった。まずは人口は非常に少ないです。2、3% の人口が侍階級の人たちは特別な権利があって、人の搾取が得意で、多分、一般の人は、まあ、発言できないことだけど、侍階級の人たちは敵だと嫌ってたと思いますけど、この新しい日本人のアイデンティティを作りには、我々は侍の子孫とか、侍日本とか、そういうことでは、侍が日本人の代表にされるんです。本当は代表になっていなかったんですけど、で、それもいろいろ、それと伴って、軍事的なことで、軍事的なことも強調されてたんです。初期の、明治時代の権力の人たちは、やっぱりその軍事的な弱さを分かってたから、結構早くから、ヨーロッパのアドバイザー雇って、日本が、当時の現代的な軍隊を作りたくなった。まあ、いろいろそういうことが、映画とかにも出てるんですから、あまり深くは、話さなくてもいいんですけど、その軍事的なことが日本の初めてのモダンです。で、その軍事のモデルは、侍の軍事じゃなくて、ドイツ軍隊。ドイツも新しい国ですよ、その時代には。ドイツはもともと、いっぱい小さい国で、バファリアとか、プロシアとか、それが統一しての新しい国になったばかりですから、同じように、軍事のことで国を統一させる経験があったところで。で、日本がそのモデルを真似して、一般の人たちが徴兵制度の経験で、軍隊に入ることが珍しくないです。みんなの若い男の人たちは入らないんですけど、多くの人たちは入る。
その経験も国の統一に関係あるんです。どの田舎からでも軍隊に入ったら話し方が、統一されるんです。軍隊の用語というもので、みんながその日本語が話できるように ならないといけないんです。または、軍隊が訓練では、行進曲を聴く。または、働く時の歌があるんです。これも西洋音楽を使う、マーチの音楽を使うようにで、多くの田舎の人たちには初めて西洋の音楽を聴くのは軍隊の経験だった。で、もちろん、軍隊の時期が終わったら、国に帰るときには、その話し方とか、そういう音楽の知識も連れて帰りますから、これもモダンのコンセプトの普及にも大きいですね。まあ、もちろんこの時代で初めての義務教育というコンセプトも始まるんですけど、それも、西洋のモデルでは、まあ、もちろん最低限がみんながちょっとは読めるで、足し算引き算ができるぐらいが、一般的になる、初めて。その時代までには、文字が読める日本人が本当に少なかったんですけど、義務教育では。で、それも、もちろん、産業的、軍事的な意味があるんです。文字が読める人たちは、もっと能率よく働ける、ということですから。だから、教育と軍隊の徴兵とか、そういうことでは、新しく、いわゆる、ファイティングジャパンみたいなイメージは積極的に作ろうとしていたんです。で、世界では、産業革命時代から、普通にあるのが民衆化。で、それが、不思議には日本には強くならないんです。まあ、日本は、そういう、まあ、昔ながらの社会の構成があったんですから、多分一般の人たちは自分には権利があることを考えるのがだいぶ後で来たんですけど、他の国では、ヨーロッパ、北米とかでは、民主主義が結構普及されてたんですよ。で、アメリカだったら、もちろん男子だけでした。20世紀までですけど、誰でも、アメリカの国籍を持っている人が、選挙権を持ってたんです。他の条件はなかったんです。だから日本ができた、民主主義が、本当は、選挙権がお金持ちの男子だけに絞られてたんです。基準が働いている税金の額で、ある程度の税金払っている人たちが選挙権があって、それで、やっぱり多分、一応民主主義ですけど、本当は選挙権があるの人口の 5% ぐらいかな。で、もちろん、明治憲法では、貴族院っていうものもあって、で、もともと貴族だった人たちも、自動的に政府の一部にもなるから、それも民主主義的ではない。それはイギリスにもあったんです。それは日本だけじゃないんですけど。まあ、言えるのが、日本のエリートが日本の大衆が信用しないことです。で、それは、搾取の歴史が長くて、かなり厳しかったので、その大衆の人たちの反発、革命的なことが、いつ来るかわからないんですけど、それが抑えることが、教育の中にもいろいろ工夫があって、軍隊を強くすることも、それも その意味があるんですから、本当、階級のギャップが大きくて、
日本のエリートが、一般の人たち結構、怖がってたんです。もう一つの統一させるためのものは、国家神道というものです。国家神道っての宗教なんですけど、もちろん、みんなの、うちの近所には多分なんとか神社とか神宮とか、ああいうところがあるんですけど、明治時代にはそれを全国的に、つながって組織化されたんです。で、それは、明治のエリートの人たちはヨーロッパみたいな、ヨーロッパの人たちのそれぞれの国のアイデンティティには宗教が大きかったから、で日本人の宗教観がそれと違うんですから、何かそれみたいなものがあればいいと思ってたんです。うん、そういうことです。だから、日本人が、日本人であれば、神道の信者みたいな考え方が結構その時代にあったんですけど。では、都会化す、少しずつ都会化されて、日本の、都市文化がどういうものでした。また他の国と同じようには新聞が非常に大きかったんです。新聞が、いくらか階級で分けて、難しい字が読める人と字がほとんど読めない人のための新聞ともあったし、で、その中身も違うんですけど、で、最初から、政府が新聞の検閲が強かったんですよ、日本では。で、日本の検閲のやり方は、これもずっと20世紀まで続けてたんですけど、出版してから、検閲の機関に見せて、で、発売できるんです。まあ、多分、発売と同時には検閲の機関に、警察に見せるんです。もし警察がこれがペケだと言われたら、出版社が、その市場に出されてたものを全部回収しないといけない。だからこれが非常に強い、懲罰ですよ。本とか雑誌とか出版するのは結構お金かかるから、それを売り出してのまた買い取りしないといけないんだったら、小さい出版社だったら破産するんです。こういうやり方では、本当は政府が検閲するより、それぞれの出版社が自分を検閲するようになるんです。破産されないように、潰れないように、気をつけて出版する。だからその時代には、よくあった政府の批判のものは、〇〇大臣とか、そういうことで、知ってる読者が、あ、こういう人だとわかるんですけど、それがその新聞に、いけないことは言ってないように気をつけてるんです。まあそういうことはあるんですけど。もちろん、その新聞の中にはマルクス主義、社会主義、の、新聞もありました。だからそれをすごく気をつけて、同時にマルクス主義で気をつけて、貴族を侮辱しないこととか、そういうこともありましたけど、本も雑誌も全部警察に見せないといけないことだった。で、もう一つの、明治時代に流行ってた一番下の階級の人たちのための新聞は、錦絵新聞というものがあったんです。錦絵新聞が、日本にもカラー印刷が安くなって、すごい鮮やかな色で、主に、ショッキングな殺人とか、スキャンダルスな、事件とか、火事とか、他に災害の話とか、またはとてもセンチメンタルな親孝行の話とか、宗教心の話とか、
愛国心の話とか、こういう新聞が、本当に一般の下の人たちのためのもので、これがその人たちのモーラル教育として、こういう考え方、これが理想。で、その中には悪役も出るから、それが悪いことで、人たちの正しいとエリートに思われた考え方やモーラルや価値観が教えられるものになってたんです。まあ、もちろん、歌舞伎も同じように、親子をこう、愛国心、ああいう、価値観が深く入っているものですけど。まあ、都会ですから、ストリートの文化が現れるんですよ。で、その、日本では、ストリートの文化はもちろん屋台とか、そういうことがあったんですけど、いろいろ面白いことが、音楽関係のもので、アメリカからキリスト教を布教するために来た一つの団体は、サルベーションアーミーというもので、救世軍という、もので、で、そういう、まあ、軍隊の名前にも軍隊が入っているアーミーですから、ユニフォームを着て、行進する、布教活動があったんですよ。音楽を流して。で、これが、キリスト教の賛美歌がマーチリズムに乗せて、街を回ってて、人が見て、あ、これ何と、興味があったら、多分何かビラか、説明みたいなものを配って、そういう音楽もあったんで、多分すごい不思議があったと思いますよ。軍隊っぽい音楽、もちろん本物の軍隊も時々、記念の日とかはパレードということはあったんですけど、すごい迫力あったんじゃないですか。で、それに、チンドンっていう、チンドン屋っていう、ことも日本のストリート文化の一つで。で、これが、わずかな楽器で、街を歩いて音楽流して、店の宣伝をする。まあ、やっぱり、新しい店をオープンするときには、チンドン屋さんを雇って、チンドン屋さんが回って、独で、新しい呉服店が始まったよとか、そういう宣伝をし、街を音楽流しながら回ってたんです。もちろん、これも階級が出てくるものですから、三越デパートが一番上、三越百貨店が一番上な、消費文化の、ところで、三越デパートも、楽隊がありました。楽団がありました。で、その楽団も、軍事的な形で、パレードする三越デパートメントストアの、宣伝をしたんです。で、もう一つは、明治時代に、19世紀末期に出てくるのは、創始演歌。で、創始っていうのは、いわゆる学生の意味です。で、それは、当時の高校、大学のほとんどは男子でしたから、その中には、バイト代わりには、みんなが知ってる曲を自分の作った歌詞、いわゆる替え歌、歌って、その歌詞が面白いから、人がそれを聞いて、またビラの形ではわずかなお金を払って持って帰るんです。で、うちの人がみんな同じ曲は知ってるから、その新しい歌詞を載せて、楽しく歌うための文化でした。創始演歌。で、中には、民主主義運動の人たちも多かったんですよ。だから、社会風刺の歌詞も、政府の批判するもので、これは一般の出版システムの外ですから、
この人たちは検閲されてないんです。だからそこでは一番鋭い政府の批判があったかもしれないです。その創始演歌の文化は今の演歌と全く関係なく、名前は一緒だけど、演は演説の演と、思ってもいいんです。そういう、創始演歌のストリートカルチャー。もちろん、ハイカルチャーも、西洋のモダニズムと同じように動きがあるんですよ。明治時代の有名な作家、双子亭四名とか、島崎藤村とかは、西洋みたいには、個人の精神をリアルのように現実的に描く小説が出るように、出すようになるんです。明治時代までには日本文学の中には精神的な現実性がほとんどないんです。出る人物は全部タイプを超えないくらいのもので、で、もう単純な感情は表現されるんだけど、微妙な、本当に悩んでいることとかは、それはほとんど日本の文学になかったものですよ。まあ、例外はあると思いますけど、一般に知られていたのは、どっちか言うと、アクションものとか、まあ、いろいろ、結構、精神性が浅いものが多い。外見発見伝とか、そのアクションばっかり、ですごい人気があったもので。で、また、双子亭や島崎の後には次の世代は森鴎外とか、夏目漱石とかは、現実主義で、日本の文学が、世界の文学と同じようなものにいきなりなったんです。で、絵画も、日本は長い絵画の歴史のある国ですけど、明治時代には、日本人の画家も西洋の物質を使うように、キャンバスに油絵を使うというブラッシュで、19世紀末には、浅井中とか、黒田清輝とか、日本の美術も、世界の青木茂とか、世界の、当時の、美術の波に十分乗ってたんですよ。青木茂はとてもモダンな表現派的な絵画も作ってたものです。それも、もう下にを書きますから、後で、ウィキとかネットで調べたらいいんですよ。で、これがモダンの方は、今までの4週間話してのモダン化の文化とアメリカの話では、個人がすごく大事にされるようになるんですよ、モダニズムの中で。アメリカはどっちか言うと極端に、個人主義かもしれないんですけど、全部は、個人の主観が大事にされるもので、で、個人の考え方が大事にされるものだから、これが、日本には大きい問題を起こすんですよ。また、日本の一番の課題は、自分が植民地にならないことで、早く、開発したいっていうことで、早く、独立が守れるようになるんですから、個人より国家が大事なことですよ。という雰囲気が強かったんですよ。もちろんその、夏目漱石とか森鴎外が個人の問題について書いてるんですけど、国全体的にはそうじゃなくて国家が大事。で、これ、教育も同じようには、みんなは国のために、いろいろすべき、いろいろしないといけない。教育受けてたんですよ。もちろん徴兵制度もその、一つですけど、教育の中には、
多分、全部の学校で、毎朝、教育直後という文章を毎日読んでたんです。で、それは、お誓いみたいなもので。で、教育直後をみんな、調べたらいいんですけど、直後というのは、明治天皇の、お言葉の意味ですね。で、その中には、みんなは、個人でありながら、国家の中の役割があって、で、国家とか、天皇との関係は、みんなは同じ家族みたいなことで、その中には、みんなは個人であるかもしれないですけど、そのグループの方が、中心的と思わせるように。まあ、だから田舎の学校でも、都会の学校でも、みんなこういう国のための、教育を受けて、これも自分のアイデンティティの中には、日本人でありながら、国家を大事にしないといけない、国のために、自分を犠牲することは当たり前ような考え方で、これは、他の国にもある程度はあるんですけど、日本にはそれは極端に強かったです。で、だから、モダニズムが個人主義を大事にする、哲学的な考え方です。で、国家主義、国家神道、開発主義とかいろんな言い方あるんですけど、これは逆には、個人は大事じゃないんです。個人が国のために犠牲できるもの。だから、テンションが非常に高いんです。日本の文化の中には。で、もちろん、その、西洋の考え方、特にその個人主義とかは、一番、接する人たちが、そのエリート教育の人たちですよ。都会にいる人たち。田舎まではそのモダニズムの作品、文学作品、絵画とかそういうことはあまり来ないんですけど、都会だったら、教育のある人たちの集いでは、いろいろその西洋の考え方が普及されるんですよ。で、どんどん日本の美術も西洋の考え方っぽくなって、いろいろありましたけど、例えば演劇では、いきなり女性が舞台を踏むようになるんです。もちろんみんなご存知の通りには、文楽、歌舞伎、能楽は男性ばかりの劇です。でも西洋のモダン劇、現代劇のものは、もちろんまたリアリズムが一つの理想ですから、舞台の上で出すのが現実っぽくないとおかしい。だから、女装してる男子が、使えないんですよ。これも歌舞伎がタイプ、キャラのタイプみたいなものでの個人差があまりないのが、男性でも誰も構わないんですね。で、例えば、その時代に、ま、ちょっとは20世紀に入るんですけど、サダヤッコ、芸者出身の人が日本の最初の女性の有名な女優になるんです。で、また、ちょっとだけ後では、松井須磨子が芸術座の俳優で、全国では有名になるものです。また、松井須磨子の話は、また後、またしますけど。うん。で、それはトップのレベルで、かなり、個人主義を信じるエリート文化があるんですけど、また都会では同じようには高いレベルではないんですけど、一般の人向き、またミドルクラスの人たち向き、それほどは、高い教養が必要ない文化が、日本にもボードビル、ミュージックホール、寄席の文化があったんです。で、その、
ニューヨークだったらブロードウェイみたいにミュージカルのあるバラエティ劇場のあるところがアメリカのその文化のトップで、日本の場合はそれは浅草でした。東京の浅草。浅草で、浅草オペラという、場所が有名ですけど、それは普通の今思うオペラ歌劇ではなく、バラエティ劇場みたいなものですね。踊りがあって、歌があって、芝居があって、コメディがあって、いろいろそういう、だからバラエティいろいろあるもので。で、それも、やっぱり個人主義ですから、で、エンターテインメントですから、商売のためにやっているものだから、何かみんなやってないものがやりたいですから、それも、その国家主義、と、大きいズレが出てくるんですよ。だからその、エンターテインメント自体が個人の楽しみのためのものです。結局。もちろん、大勢に、見るんですけど、本当に楽しんでるのはそれぞれですから。またテンションが高いんです。国のためのものと個人のためのものと、もちろんエンターテインメントはあくまでは個人のためのものです。選択があるから、自分で選んで自分の個人としての自分に、何が一番ふさわしいとか一番楽しいとかを決めるんですね。国家が決めるところじゃないんですから、モーラル的な問題はいろいろあるんですよ。だからまた、ちょっとショッキングな、ちょっとセクシーなエンターテインメントも当然ありますね。で、国家主義の方はみんなは一生懸命働いて、はみ出ないような生活することが中心的なメッセージだけど、浅草オペラとそういうバラエティの劇場にはちょっとワイルドしたらみたいな、雰囲気も十分ありました。で、もう一つの明治末期に現れるエンターテインメントはカフェというものです。で、もちろん外来語のカフェ使ってたんですけど、今のカフェではなくて、今言ったら多分ホステスバーみたいなところですね。で、今思うホステスバーと結構違うんですけど、多分、そのホステスの人たち、女給という役割の人たちは、着物を着て、その上には格闘技を着て、結構、まあ、地味な姿に出てたんです。でも、その人たちはテーブルに来て、ビールとかカクテールとか、継ぐ役で、チップとかもらったり、もちろん給料ももらってたんだから、女給と言うんですけど、その商売が、まあ、ある意味でエロ業の一つですね。で、別にそれが、売春と、関係がある必要はないんですけど、たまにはそれはあったでしょう。その、ホステスと、デートして、その、違うところで会って、買収の可能性は十分あったと思うんですけど。で、これも、国家がちょっと、不満を感じていたんですよ。いろいろあったんですけど、女性が、男性との関係をリードするようになるんじゃないかと思われたし、で、また女性が自由すぎるじゃないですかとか、これが、女性には、結構簡単に働かないでお金が入る、方法にもなりますから、女性全体的にはその働く意識が変わるんじゃないですか。いろいろそのカフェが問題にされてたんです。20世紀に入って、日本の映画業界ができるときに、カフェがよくその当時の映画には出てたんですよ。で、それも、やっぱり、田舎から、工場働きに来る女性がいっぱいいたんですね。で、その人たちは、都会に来ている、暮らしが厳しい、住むところが良くない、
仕事がハードで、その、カフェっていうところのことを知って、その中に入って、まあ、評判が悪くなるんだけど、暮らしがその分、楽になりますし、ちょっとおしゃれができるようになりますし、金銭的な余裕ができるから、そういう、難しいところもあったんですよ。カフェが小説にも、その時代の小説にもよく出るんですから、まあ、またその話に、20世紀に渡ったら、もうちょっとその話に戻ると思います。やっぱり資本主義ですから、資本主義の一つは消費主義ですね。消費者文化が当然同時に日本も開発されてたんです。で、先ほども言ってたの、そのピークの方は三越百貨店が最高級の、資本主義の消費の場になるんです。で、そのウィンドウショッピングでそのものを見るだけが誰でも生きるものですから、大衆の人たちはお金があまりなくても、その素敵な暮らしの中にある消費できるものとか、ファッションとか。で、もちろんこれはデパートですから、定期的にはディスプレイを変えるんですから、毎週行ったら違うものが見えるから、面白い見物みたいなものですね。そういう消費社会のことが、またいろいろレベルがありましたけど、もう一つのその時代には夢は銀ブラ、銀座でブラブラすることが銀ブラになった。同じようにのウィンドウショッピングだけのことで、仕事の休みの日には、友達と、銀座行って、ウィンドウショッピングするファッションを見る。もちろん、他の人たちの回っている人たちのファッションも、鑑賞するとか、そういうことで。一つ飛ばしたのは、日本にも、遊園地ができたんです。東京だったらまた浅草で、初めての都会の中でした。だからアメリカと違っての郊外ではなく、都会の中には、花屋敷という遊園地が浅草にできてきた。で、大阪の方は、また、アメリカのパターンでは、最初の、遊園地は宝塚でした。それは阪急線が、阪急線の最終駅で、作った、遊園地。その後ではその少女歌劇団がそのアトラクションにもそこになったんですけど、最初は宝塚は公園みたいではピクニックとか、もしかしてちょっとは乗り物があって遊びに行けるところでした。だからそういう遊園地も日本にも現れていたんです。だから、その消費文化に戻ると、女性が、買い物が女性の仕事として、その三越百貨店とか銀ブラとか、それはまた女性が、経済力があるようにも見られて、それもある男性には女性が、新女性が、強すぎると、男子に脅威を感じた人たちには珍しくなかったんですよ。まあ、モダンは、あくまでも、ウェスタンとか西洋的なものとして、つながりが深かったんだから、どうやって同時に日本人とモダンができるの問題が、至るところの問題です。文化的に。日本人は辞めたくない。だけど、西洋の人たちが持っているものが欲しい。
でもそのものの中には西洋の考え方は入っているから、それを消費すると、日本人らしさが何か影響を受けるようになるんですから、非常に大きい文化的な問題ですね。はい。まあ大体それぐらいで、明治時代までの日本の文化のモダン化でいいんですけど、もちろんその軍隊ができて、日本が戦争するようにもなるんですよ。まずは日清戦争。で、その後は日露戦争。で、日清戦争がアメリカとの関係が、面白いことになるんですよ。もちろんみんなのご存知の通りで、日清戦争の結果では台湾が日本領になるんです。日本の植民地になるんです。大日本帝国の一部になったんです。だからそれは1895年に、その次の年にはアメリカとスペインの戦争があって、で、一つのスペインの植民地はフィリピン。だから日本、台湾、次にはあるのはフィリピンですね。だからアメリカ人が、その戦争終わってフィリピンに独立させない、ことは、独立させたら日本の拡大がそっちに行くんじゃないかっていう心配はあったと思うんですよ。で、1895年の日清戦争の時に、日本は台湾だけじゃなくて、もうちょっと中国本土にも、ヨーロッパの国々みたいに自分の特別なゾーンが欲しくなって、アメリカがすごく反対したんです。で、日本が、あんまり、まだまだアメリカとの関係は大事だったから、日本の野心を抑えて、台湾だけで満足したんだけど、たった2年後にはアメリカは植民地を持つようになって、日本の政府が、やっぱりアメリカが偽善で、日本が裏切られた、ということで、その時代から日本とアメリカのとの関係がちょっと薄くなって、日本とイギリスが近くなる。もちろん共通点は多いんですよ。大陸の近くの島国で、で海軍が大事にされてたもので、違いがイギリスが経済的にすごく進んでて、帝国を持つものですね。だから、共通点もあるんですけど、相違点もありますけど、とにかくそれで、イギリスの影響が日本国内に増えたんです。まあ、今日は、これぐらいで、何が試験に出るのは言いませんけど、ウェブクラスの、学校のメールアドレスに、みんなに問題を配って、その中には締め切りの時も決めるから、大体1900年までの文化史、産業革命から1900年前後までの文化史の授業のセットがこれで、できました。ありがとう。よろしくお願いします。